かっていうと、イズビーであるという本質を隠して人類は地球に閉じ込められているどころか、この宇宙につながりの中で、前回の地球監獄説関連の一冊ということで、続きとして喋っておきたいなと思う話があります。エイリアンインタビューの続きで一冊ご紹介していきます。前半まず、それについて、語ってですね、その後、イズビーについての情報、追加の情報などを喋っていきたいんですけれども、このテーマって非常にびっくりする内容もあるんじゃないかなと思うんですけれども、人間って、地球人ってどういう存在なのか、そして宇宙人とは何か、地球はどんなところなのか、そういう問いかけについて考えるきっかけになるんじゃないかなと思うのが、生物学者エリス・シルバーさんが書いた一冊に、Humans are not from Earth っていう、日本語にすると人間の故郷は地球ではないと、 not from なんで地球から来ているわけではないという、生物学の観点から人類は地球人ではないという説を解説している一冊になります。というのも、生物の進化においてですね、人類には不自然な点が多くあるということを指摘なさってるんですね。生物学の観点から、人間は地球人ではないと、地球で進化したにしてはですね、おかしなことがたくさんあると、ありすぎるということで、もう目次見ただけでひるむんですけれども、Amazon Unlimited に入っていますので、リンク貼っておきますので、興味ある方は実際にちょっと手に取ってほしいんですけれども、進化において人間には本当に不自然なミッシングリンクがあるよということを言ってるんですね。地球上の生物で人間だけ不自然すぎると。例えば、太陽の光に弱いこと、毛がなかったりだとか、人工のものを使わないと生きていけない生物なんですよね。そしてビタミン D のレベルが低いということ。ビタミン D っていうのはカリウムとリンの調整で骨を成長させるための、必要なビタミンなんですけれども、他の動物はグルーミングであったりだとか、毛とか羽毛の油からですね、日光で変換されたビタミン D を摂取するというシステムがあるみたいなんですよね。ですけれども、人間にはそれができないと。他にも肉を食べることであったりだとか、その腸の長さの比率ですよね、おかしいと。他の生物のように磁場を感知できないので、方向感覚がほとんどないような、地球上のその方向がわかんないような生物になっているっていうことであったりだとか、あとは二足歩行、進化の歴史がはっきりしていない、なんで二足歩行になったのっていう部分であったりだとか、排卵のタイミングであったりだとかね。あとは説得力あるなと思ったのは太陽の周期ですよね。体内時計が25時間なんですよ。なんで24時間じゃないんだっていう。これっていうのは、もちろん月の周期とかいろんな説があるんですけれども、サーカディアンリズムっていうふうに言って、これが24時間じゃないことによって、実は人口の 10% が DSPD っていう、睡眠と覚醒のリズムがうまくいかない。それそうですよね。通常24時間のものがですね、25時間になっているので、1時間遅れてしまうわけです。そのために睡眠障害がね、10% もいるっていうのは、ちょっと生き物としておかしいんじゃないか。エリスさん、おかしいっていうふうに言ってるんですね。で、そのおかしい理由が一つではなくて、たくさんあるよっていうことも、ずらーっと解説してるんですよ。これまで生物学で教えられてきた常識的な歴史観、生物進化の、世界観ですよね。で、それでエリスさんは疑問を持つようになるわけなんですよね。これまでの常識的な考え方に疑問を持ったわけですよ。例えば他にもその生物学的ではなくてですね、その歴史上ですね、現代でも実現が難しいような技術があったりだとか、そういうのをオーバーテクノロジーっていうふうに言うんですけれども、そういう痕跡があったりだとか、遺跡があったりだとか、時代にそぐわないオーパーツがね、発見されていたりするわけなんですよ。で、そこで紹介されているのが、人類の隠された起源っていう本を書かれているマイクル・クレモさんのね、本とかも紹介されてるんですけど、内容の中で。
収集家が、まあ、推定200万年前っていうかなり前の貝殻の、もう今でも難しいような彫刻であったりだとか、サメの歯のネックレス、そういう加工品ですよね。現代の一般的なその進化論とか人類進化のプロセスだと全く説明できないようなものがもう200万年前のものからですね、見つかったりとかしているよっていうことなんですよね。で、その中には地球のある地域には原子爆発の形跡もあるという話なんですよね。これは核戦争の後なんじゃないかっていうことなんですよね。例として挙げられているのはインドのラージャスタン州っていうところに溶けたガラスが固まった層っていうのが見つかっていてですね、これはよく核実験をした後に砂漠にできるようなものと酷似しているらしいんですね。で、もちろん隕石が落ちた時にもそういうガラス層ってできるらしいんですけど、クレーターが見つかってないんですよね。痕跡がない状態でこういったことが見つかってるっていうのはなんかおかしいんじゃないか。だから、歴史上もですね、例えば古代サンスクリット語のバカバットギーターっていう紀元前の文書があったりするんですけれども、そこには未知の兵器によって引き起こされる災害被害についての話が書かれているんですよね。まあ、他のサンスクリット語の歴史の中にはですね、これは核兵器なんじゃないかというふうに思うような描写があったりするんです。で、同じようなガラス層の形跡っていうのは、例えば他にもリビア砂漠でも見つかっているので、かなり大きな規模の核戦争があったのではというふうに言われていたりするわけなんですよね。じゃあ、どこから人類はやってきたのっていうと、これ、僕の話ではよく出てくるドゴン族の神話、シリウスからやってきたんじゃないかっていう説もあるんですよね。何回も登場してますけど、ドゴン族にとって、シリウスっていうのは太陽系の生みの親になっているんですよね。で、エリスさんは太陽系っていうのはもともと太陽が連星だったという説を出してきています。で、この連星説っていうもの自体はですね、実際にハーバード大学の研究グループが発表している説でもあるんですよね。連星っていうのは太陽と同じ質量の星がですね、お互い引力で影響し合ってる、ペアの星、双子の星ということなんですけれども、最近はですね、そもそも太陽などの星はですね、連星でできるんじゃないかっていう説もあって、全くなんか突拍子もない話ではないわけなんですよね。最近は、重力の影響が研究されることによって、連星だったんじゃないかっていう説も出てきてるんですけれども、シリウス自体はですね、連星であることがもう現代では分かっている、観測されているんですよね。判明しているんですよね。で、これっていうのは精度の高い観測でないと、お互いのそのシリウスが重力の影響を受けているっていうことはもう分からなかったわけなんですけども、そのシリウス自体がですね、シリウスの B っていうんですけど、 A に対して B ですよね、シリウス B が発見されたのは1862年のことなんですね。けれども、ドゴン族、アフリカのマリ共和国の民族は60年に1回の祭りで、いろんなことを伝承してきたわけなんですけれども、シリウスが連星であるという概念はずーっと何万年も前から伝えてきているんですよね。そしてドゴン族の神話では、昔シリウスがあった場所に今この太陽系はあって、そもそも私たちはシリウスの星系からね、やってきたんだっていうことを神話の中で伝えているわけなんですよね。じゃあ、なぜ人類は地球にいるのかっていうことなんですけれども、ここで出てくるのが地球監獄説。これは過去 SF でもあった設定で、ジェームズ・P・ホーガンの世界的な SF 世界の最高傑作っていうふうに言ってもいい、星を継ぐものという本があるんですけれども、ちょっとネタバレしてしまうとですね、これ半世紀前の小説ですので、不思議の国のアリスが夢落ちだよねぐらいの感覚でちょっと、ネタバレちょっと入れたいんですけれども、実はこの物語っていうのは
地球人は遺伝子操作された生物で、そして野蛮な人類をね、もう倫理的な観点からですね、まあ、滅ぼしちゃうんじゃなくて、あくまで地球に閉じ込めるっていう対処で、まあ、地球を監獄にするっていうような設定があるわけなんですね。だからこういった話っていうのはもう半世紀前から SF のネタになっていたりする、まあ、テーマだよねっていうことなんですよね。そろそろ後半に入っていきますので、ちょっと本の内容から離れて僕の感想も前回とつながる部分として解説していきたいんですけれども、まずイズビーという設定がありましたよね。イズビーっていうのは、まあ、いわば人間の魂っていうかね、本質の部分です。これがこの地球監獄説のキーになる用語なんです。イズビーはどういう存在かっていうと、そこに存在すると決めることでそこに存在するっていう、意味わかんないかもしれないですけど、生命の核となる、まあ、存在、魂って言っちゃってもいいのかな、そういうものなんですよね。で、僕らは、彼らは、イズビーは、当然捕まえることができません。監獄に入れておくことはできません。それは時間と空間に縛られていないからですよね。その次元の制限を超えているからなんですよ。とてつもない力を秘めているわけです。けれども前回のストーリーとしてはエイリアンインタビューの設定では、そのイズビーを電気的な力で物質の中に閉じ込めたものが地球人という生命体なんですよね。で、さらに電気で、まあ、ビビビビビって記憶喪失にされている存在が地球人ですよ、と。地球はその囚人を入れておくための監獄、刑務所のようなところなんですよね。まあ、さらにちょっと話題にしておきたいのが、一神教というものなんですよね。シナイ山で一神教っていうのが、そのシナイ山の意味を解説しておきたいんですけれども、これ、モーセの実戒って聞いたことがあると思うんですけども、それがあらゆる一神教の起動点、転換点になっているという説なんですね。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、すべてですね、ヤハウェから授かった実戒からスタートしてるんですね。さらにこれ橋爪さんっていう研究者の方の本だったと思うんですけれども、ヤハウェイを訳すとですね、ビーイングになるんですね。日本語にすると、私はある、私はいるっていうことなんですよね。まさにこのヤハウェイがイズビーという意味を持っているんじゃないかということなんですよね。で、そこで、まあ、契約とか法を授かったわけで、それが現代社会の基盤にもなってるんですよね。で、イズビー自体は捕まえておくことができないので、記憶を失わせて自分の力を忘れたままにさせておくんですよね。で、そのためには自分がイズビーではないということが必要になるんです。実はこのあたりの歴史っていうのは人類の宗教観にかなり強い影響力を持っているんですよね。だからイスラエルというキーワードもすごく重要なんです。こちらの石碑をご覧ください。これエジプトの博物館で何見せてもらっているかっていうと、まあ、僕は撮ってるんですけれども、ちょっと頭入っちゃってますけどね、世界最古のイスラエル表記を見せてもらってるところなんですよね。こちらメルエンプタハヒというふうに言って、紀元前1200年ぐらい前のものですけれども、歴史の重要な交差点っていうのはたくさんあってですね、その一つがこの重要なポイント、まあ重要なポイントだと僕が考えているものになるんですよね。で、いきなり一神教の話してもなんで突然っていうふうに思ってですね、ピンとこないかもしれないですけれども、モーセの実戒っていうのはモーセがシナイ山に登って神から十の戒律を与えられたという、まあ、歴史、まあ実際あったとされる出来事なんですけれども、要するにイズビーはたった一人、たった一人っていうことは、まあ、一神教たった一人っていうことですよね。それはお前じゃないよっていうことなんですよ。お前らはイズビーじゃないよという内容なんです。お前らはイズビーじゃないんだから、宇宙へ出かけていくよりもあくまで
地球の中で戦争を繰り返す、隣人と争えという話なんですよ。そういう宣言が、そういう宣言じゃないですけど、内容は全然違いますけれども、ヤハウェ、つまりイズビーから実戒を授けられた地球人の心の根っこに、まるで呪いのように、洗脳のようにあるのが、このあなたはイズビーじゃないんだっていうことなんじゃないかってことなんですよね。で、それ自体が起きたのは、よくわからないんですけれども、実際何年だったかっていうのはわかんないんですけども、先ほどのメルエンプタハヒよりは前であるはずなんで、紀元前の1200年から、1500年ぐらい遡るんじゃないかなっていうふうに言われていたりします。そして、この度、新しい実戒が授けられたのをご存知でしょうか。こちらは国連にて発令されています。3ヶ月ほど前でしょうかね。気候変動の活動家によって、入天コマンドが発令される儀式が行われました。モーセの実戒の板を割ってね、古い板を割って新しい板を授かるっていう儀式が本当に行われているんですけれども、こんな感じであったんですよね。これグリーンタブレットっていうふうに言って古い契約を打ち捨てて新しい契約を結びましょうということで地球人は進化して気候変動という新しい紙を打ち立てたとも言えるわけなんですよね。もちろんこの流れには SDGs という理念というものもあるわけなんですけれども人々の行動様式を変えるつまり宗教の違いを超えて人類は新しい、高次元の過去の歴史を悔い改めて新しい、統一宗教を持つっていうことなんですよね。人々は悔い改めて制限を享受する未来を一緒に作っていこうということでグリーンコマンドって書いてありますけれども、これ前回のお話って作り話って思う方もいらっしゃると思うし、とんでもかもしれないんですけれども、実は、この世にシナイ山ってかなり意味ある象徴的な聖地であることは確かなんじゃないかなというふうに思うんですよね。このあたりちょっと余談かもしれないんですけど、重要なことなので触れました。そして、続いてこのイズビーの可能性なんですけれども生物学者のエリス・シルバーさんも触れていらっしゃるんですけれどもこの世界は別次元多次元の可能性があるよねという説にも触れています。でこのあたりは本読んでみるとですねスコット・アダムスさんという、有名な漫画家さんらしいんですけども日本でも本出版なさってる有名なブロガーさんがですね彼は世界っていうのはコンピューターシミュレーションであるよっていうふうに言ってるんですよね。確か 50% の確率でこの世界は仮想世界であるというふうに言ってるんですよね。シミュレーションであるというふうに語ってるんですよね。で、さらに、この世界はホログラムだっていう物理学者もいるわけなんですよ。そうなると、この次元、それ自体が監獄なのではないかということになるんですよね。どういうことかっていうと、イズビーであるという本質を隠して、人類は地球に閉じ込められているどころか、この宇宙に閉じ込められているかもしれないという話になってくるんですよね。今回、人類って本当地球出身者なのか、地球人なのかっていうことを、生物学的に疑問を持ったエリスさんの説からいろいろおしゃべりしてきたんですけれども、本来、イズビーっていうのは想像力を持った存在なんですよね。で、そこで最後にちょっとキーワードをお伝えして、大切なキーワードをお伝えして、このおしゃべりを終えていきたいんですけれども、イズビーの想像力として、アズイズという言葉があります。アズイズっていうのは日本語にするとそのまんま、ありのままっていうことなんですけれども、意味としては、ありのままを見ることでそれが消えるということです。要するに、あらゆる創造物が、クリエーションがですね、イズビーのそれを見る力に支えられているんですよね。イズビーが作り出しているわけです。つまり、それをありのままに見れば、何も存在していないっていう真実、自分で作り出しているっていう真実に気づいて、それを消える、それを超えることができるっていうことなんですよね。それが、アズイズです。イズビーは、
そこに視点を持つことができます。そこにいるっていうふうに思うことで、そこに存在するってことで視点を持つことができます。そして視点から as is 見るっていうことを使用することができるんですよね。例えば僕はイメージ療法の世界にもう20年ぐらいいるんですけれども、前世のトラウマっていうものが思い出したら消えるということがあったりします。その光景を見たらブロックが、そこで得たブロックっていうものが消えると。でこの構造を is be と言うんですよね。 as is と合わせて、 as is が所有する機能としてこの is be を覚えておいてください。今後の話がつながりやすいかなというふうに思います。まあ、こうした話って全然違うかもしれないんですけれども、フラワーオブライフという本に、イメージや呼吸についての解説をしています。実はこうした、まあ、話っていうのはもう本当に昔から伝わっているんだよっていうことです。アンリミテッドに加入されている方はぜひ、読んでいただきたいなというふうに思います。僕自身が書いている本になります。またコメントでいろいろ思うことを書いてくださったらですね、またこうしたおしゃべりで答えていきたいなというふうに思います。どう思いますか？まあ、これをとんでも説だっておっしゃる方も多いと思うんですけど、まあ、それが普通の感覚だと思うんですけれども、もしかしたらっていうふうにね思われる方もいるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひコメントで教えてください。まだまだねいろいろしたいおしゃべりあるんですけれども、まあ、どうなんだろうっていうふうに思ったりもしているので、ぜひ、いいねボタンか、まあ、いいねじゃないボタン、どちらでもいいので、押しておいてください。喋っていきたいなというふうに思います。パラレルシフト。外側に明け渡していた力を取り戻し、自分本来のエネルギーで体を満たしていく。他でもない自分が自分を自分らしく生きることが、あらゆる分離を通し不可能を可能に変えていく。自分を変える旅から自分に変える旅へ。